う意味ではあの力のあるバッターは要注意だと思うんですよね、はい、先日のファイターズ戦はスタメンは外れていましたが代打で登場してヒットを打っています。この打球はどうでしょうか。レフトに上がっていって入ってしまいました。ブランコの今シーズン第7号はチーム初ヒット。そして岸が今日初失点という形になりました。やはり一発が怖いという話をしていただけに、はい、そうですね、まあ、あのストレートを狙ってくるかなと思ったんですが、その前のカーブの続け球が甘くなったんですね、カーブね、はい、だからタイミングが崩れることなくしっかり打ちましたよね。